Hello, 大家好。最近过得好吗？皆様こんにちは。お元気ですか？この日はフィリピンの友人と待ち合わせ。日本にいた時に知り合って友達になり、フィリピンに来た今、久しぶりに会うことになりました。フィリピンの交通は不便なので、地図で見る限りは遠くないけれど、時間がかかる分、どこへ行くにもとても遠く感じます。なるほど。距離が問題じゃなくて、時間とお金が距離を遠くさせるんだと海外生活を始めてから気がつきました。今日の待ち合わせは BGC というところ。区画整備をきっちりしている綺麗な場所です。アウロチョコレートカフェに来ました。アウロとは原材料のカカオの栽培からチョコレートの完成に至るまで全てフィリピン現地で生産されたもののこと。チョコクロワッサンとっても美味しいです。コーヒーも香りが良くて美味しくいただけました。ここからは BGC を散歩しながらおしゃべり。二人の友人はそれぞれ結婚して子供も同時期に生まれているので、今日はご主人と子供も参加。フィリピンでは旦那さんが真面目に働かず、奥さんが仕事をしながら大変な苦労をするというパターンばかり聞いていたので、二人の友人の旦那さんがとても優秀で、率先して子守をしたり車を出してくれたりと優しい様子を見てとても嬉しく感じました。フィリピンは整備がされているところとそうでないところの差がとても激しいです。例えばよく見かける太くて落ちてきそうなたくさんの電線が見当たりません。きれいに整備されてはいますが、ビル群とモール群で、ここにもやはり個人経営の可愛らしいお店は見当たりませんでした。飲食店はたくさん並んでるんですけどね。日当たりが良くて公園も広くて、たくさんの家族連れが散歩をしていますね。しばらく歩くと暑くなってくるので結局モールに入ります。見るものも特にないのでザラに入ってみました。でもザラも結構高いんですよね。日本はもう少し安かったかと思うのですが、ひとしきり散歩して疲れたのでちょっと早いですが夕食の時間にフィリピン料理を提供するマナムというレストランに入ります。友人の旦那さんがフィリピンの味を食べてほしくて注文してくれた料理たちです。シニガン、ギシンギシン、セシグ、カレカレ、チチャロン、名前がなんか全部可愛いですね。シニガンというこのスープにはこのお店ならではでスイカも入っています。これはすごく酸っぱいスープでフィリピンの定番スープです。この酸っぱさはお酢ではなくてタマリンドという植物でしょうか、それから来るものだそうです。チチャロンは豚の腸をカリカリに揚げたもの。スナックみたいで美味しかったです。ただ少し臭みもあります。フィリピンの料理をレストランでいただいてとても美味しい夕食になりました。おはようございます。台湾もそうでしたが、フィリピンはそれを上回りました。いつも開けるたびに水が洪水のように吹いてこぼれます。朝はお昼ご飯用のおにぎりを握って、時々卵焼きを作ります。砂糖が最後の方に溜まってしまって、後半からベタベタして巻きづらくなります。パプリカと玉ねぎのツナ蒸しマニレというレシピを参考に作ります。玉ねぎとパプリカは適当な量を準備。縦に切ってフライパンにツナ缶を汁ごと加えて合わせ調味料も入れて、
その後にパプリカと玉ねぎを入れて混ぜ合わせて、蓋はないのでアルミホイルをかぶせて7、8分ほど加熱したら全体を混ぜ合わせて煮汁を絡める。粗熱を取ったら冷蔵庫で冷やす。合い挽き肉とキャベツのホイコーロー風炒め。長ネギは1センチくらいの斜め切り、キャベツは一口大に。合わせ調味料は酒、砂糖、味噌、醤油、豆板醤、オイスターソースですが、味噌はまだありません。オイスターソースは夫が好きではないので醤油。豆板醤も見つからず、ラーチャオチャンで代用というホイコーロー風ですらない炒め開始。ここに合い挽き肉でもなく、ただの豚ひき肉を色が変わるまで炒めて、キャベツ、長ネギを油がなじむまで炒める。油がなじむって野菜がテカテカしてきたらいいんでしょうか。その後調味料を入れて、なじんだら火を止めて盛り付け。全然ホイコーロー風でもない炒め完成。フィッシュソース買いました。別名ナンプラーですね。成分に化学調味料がほとんど入っていない自然に近いものを選びました。これが意外に安くて嬉しかったです。オイスターソースに代わってフィッシュソースをかけていただきました。お肉買ってきました。スーパーの野菜の相場はこんな感じ。こっちの玉ねぎとじゃがいもは小さめです。ありがたいことにダイソーを見つけたので、料理がしやすいように簡単な調味料入れを買ってきました。キッチンが暗すぎて手元が見えづらいので、隙間に貼れる LED ライトを見つけました。しかし照射時間は短いです。インゲン豆のような野菜を見つけたので、インゲン豆のレシピを参考にして作ってみます。筋を取った野菜を多めの油で素揚げする。残った油にニンニクと鷹の爪を入れて炒めて、多めの塩を入れる。香りが立ってきたら先ほどの豆の上からかけて混ぜ合わせる。今回はオリーブオイルで代用してみました。初めて砂肝も買いました。初めてなのでちゃんとレシピの通りに処理していく。よく洗ったら一口大に切って、火が通りやすいのと味が染み込みやすいように切り込みを適当に入れる。沸騰したお湯に入れて火を通す。フライパンに油をひいてニンニクを揚げる。私はいつもニンニクは多めが好き。ニンニクに色がついてカリッとしたら引き上げて、残った油に砂肝投入、そして無塩バター、醤油、みりん、お酒を入れて、汁がほとんど吸収されてなくなってきたら黒胡椒で香り付け。終わり。最後にニンニクトッピング。おかずで作ったつもりがビールによく合うおつまみになってしまいました。今日の夕食は昨日作っておいたマリネとインゲン、砂肝、どれも美味しくできました。カラマンシー1キロ172ペソ。毎日ジュースに入れて飲んでいるので、切れたら買い足します。レモンは1つ32ペソ。冷たい鶏南蛮つけうどんを作ります。めんつゆがないので、だしから取る。かつお節はもったいないので、レシピの半分以下の量で。お湯が沸いたら鰹節を入れて、火を止めて鰹節が沈むまで待つ。先に取りかかる大麻を鶏もも肉。鶏もも肉だけは骨付きを避けられない。骨を取る作業が一番時間がかかってしまいます。手で剥いてみようと試みるも失敗に終わる。
包丁ではお肉をきれいに取りきれないので、骨と残った肉はいつも出汁を取ってから冷凍してオニオンスープを作る時などに使うようにしています。鶏もも肉に塩コショウ。レシピではすだちを使いますが、すだちの代わりにカラマンシを使います。香りは違いますが、酸味は近いものを感じるので多分大丈夫かな。鰹節が沈んだらペーパーなどでこす。出汁が取れた鰹節を捨てるのはもったいないので、手作りおかかのレシピを参考に味付け。明日からのおにぎりの具材にぴったりなものができました。手作りめんつゆの続き。先ほど取った出汁 160ml にみりん、醤油それぞれ大さじ 2.5、 沸騰したら弱火で2分加熱、完成。漬けだれの調味料、料理酒、醤油、みりんそれぞれ小さじ2。フライパンで鶏ももを焼いて、忘れていたネギも入れて焼いて、先ほど作った調味料を合わせる。つゆにすべての具材を投入したら、最後にカラマンシを入れて冷やして完成。さっぱりしていてとても美味しかったです。こんな感じで私の苦手な料理修行はまだまだ続きます。失敗したことも多々ありますが、なんとかやっております。ちなみに2回続けて失敗したのはスパイスから作るカレーでした。レシピ通りに作ったので、なぜ失敗したのか今でもよく分かっておりませんが、思い当たるのはただ一つ、ヨーグルト。スーパーで無糖のヨーグルトが見つからず、結局買ったのがミルクパウダーで作った無糖ヨーグルト。さすがに2回も失敗したので、それがトラウマとなり、未だに3回目の挑戦ができていません。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。今天影片到这里，谢谢大家，下次见喽，拜拜。